H モーザー &C は、スイスシャフハウゼン州に本社を置く、モーザーウォッチホールディングの腕時計ブランドである。高級機械支給腕時計の設計、製造を専門とし、時計のムーブメントを、ヒゲゼンマイを含めて、完全に自社で製造できるマニュファクチュールである。サンハリア、スモールセコンドのシンプルな時計の他にも、パーペチュアルカレンダー、フライングトゥールビヨン、 ミニッツリピーターといったコンプリケーション時計を揃えている。H モーザーのムーブメント全般の特徴として、独自機構の秒針停止機能、超速機及び出進新機を一度に交換できる、モジュール型出し新機や、参加のプレシジョンエンジニアリング社との共同開発による、2つのヒゲゼン全枚を組み合わせて、非精査を補正する、シュトラウマンヘアスプリングがある。 多くのモデルの文字盤には、フランス語で煙を意味する、フィーメと同社が呼ぶ、グラデーションのかかった塗装がされている。いずれの製品も、構成部品は、価格ベースで少なくとも95%以上が、スイス製であるが、2017年のモデルからは、文字盤に、スイスメイドの表示をしなくなった。スイス製の部品が60%以上であれば、表記を許される。 スイスメイドの基準の緩さに対する抗議の意味があるというルロックルにあった工房ロシア国立歴史博物館にて展示されるウラジービル・レーニンが所有していた H ・モーザーの懐中時計 H ・モーザーはスイスシャフハウゼン生まれの時計士で実業家であるハインリヒ・モーザーが1828年にロシアで設立した会社 H ・モーザー &CEO に由来する 翌1829年には、スイスのルロックルに、時計工場を建てた。1848年にハインリヒは、ロシアの会社の経営を人に任せるとシャフハウゼンに戻り、実業家として働いた。1868年、ハインリヒは、アメリカ人のフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズに工場と電力を対応し、IWC の創業に協力した。百七十四年に、 ハインリヒが死去した後も、ロシアの事業は順調だったが、1917年に起きた、ロシア革命によって、会社の財産は没収された。その後も、スイスのルロックルで創業を続けていたものの、1970年代のクオーツショックの煽りを受けて、1979年に廃業した。2002年、IWC で技術部長を務めたユルゲン・ランゲが、 ハインリヒの創尊ロジャーニコラス・バルジガーと共に、モーザー・シャフハウゼン AG を設立。約4年の開発期間を経て2006年に、新作コレクションを発表し、H モーザーは、復活を果たした。2012年、スイス有数の時計師一族メーラン家の一人で、元、オーデマピゲ CEO のジョージ・ヘンリー・メーランが率いる、メルブホールディングが、経営権を取得。 2013年にモーザーウォッチホールディングへと改装し、ジョージ・ヘンリーの息子のエドアルド・メイランが CEO に就任した。2021年現在、毎年ジュネーブでも用される高級時計見本し、ジュネーブサロンを中心に新作を発表している。2016年、アップルウォッチ風デザインのスイス・アルプウォッチを限定販売した。好評からその後も、 複数のバリエーションのアルプウォッチを発表し、同社のレギュラー商品と化している。2017年ケースがスイスチーズを練り込んだポリマーから作られた100%スイス製のスイスマットウォッチを発表した。使用チーズは金賞受賞のバシュランモンドールである。製造数は限定1本でスイス建国日にちなんだ108万1291フランを希望価格としたが、 オークションにかけられた結果、10万フランで落札された。収益は、スイス時計文化基金に寄付された。乳製品フリー版の、ベンチャースイスマットも50本限定で製造された。2018年、スイスアイコンズボッチを予告した。この時計には、ブレゲの針、形がロイヤルオークになった GMT マスターのベゼル、ノーチラスの文字盤彫刻とブレスレット、 IWC 風のロゴ及びシャフハウゼンの地名、ジラール・ペルゴのトゥールビオニオー・ブリッジ、ウブロのラグとネジ、カルティエのリューズ、パネライのダイアルとリューズガードを採用している。収益をスイスト系文化振興に充てるため、限定1本で販売される予定であったが、しかしメッセージが誤解されたために取りやめとなった。同年には、 最も黒い物質であるベンタブラックを文字盤に用いたエンデバーパーペ,ーペチュアルムーンコンセプトをステンレスとレッドゴールドの各50個限定で発表した。2019年ケースが生きた植物でできたモーザーネイチャーウォッチを制作しメーラン CEO 出演のビデオを公開した。様々な植物を用いた試作の結果ベゼルには多肉植物、コケ類、クロタネ草、 エケベリアミニマ、弁形なズナ、紫強草が植えられた。2020年、マクシミリアン・ブッサーの時計ブランドメガバイト &F とのコラボモデル、エンデバーシリンドリカルトゥールビオン、H モーザー X メガバイトカイを発表した。シリンダー型ヒゲゼンマイのフライングトゥールビオンを搭載し、メガバイトカイのレガシーマシンのようなドーム型ガラスと40度に傾斜させた。 立体文字盤を採用したモデルで各色15個限定販売。2021年、スイスアルプウォッチシリーズの最終モデルとする、スイスアルプウォッチフィナールアップグレードを50本限定で発売した。ケースは、ブラック DLC のステンレス、ダイヤルはベンタブラックで、スモールセコンドが新直インジケータのデザインになっている。ありがとうございます。